はい、2チャンネルのひろゆきさんっていうのは今2チャンネルを離れてますけどもやっぱりねあの思考方法っていうのが本当にねその通りすぎて嫌気がさすんですよねまあ私が、ね、嫌気がさしてることはないんですけどもあのその通りの答えを本当に言ってくれるんですようんうんだからねあのマキャベリズムっていうのも昔ありましたけど今でもあるんですけどもその目的を成功させるためだったら手段を選ばないって形ですよねでこれがねよく引き合い出される例が例えばね A っていう国と B っていう国が、なんかね、もうどっちともね、すごく優秀な将軍がいるんですよ。で、戦略を練って、どのように相手の軍を突き崩すかってことをね、こうやって戦略を立てて、それで、いざ戦闘開始になるわけですよね。で、その時に、あの、A っていう国の、あの、武将がね、こう言うんですよ。B っていう国のお人質を取った。で、この人質を使って、相手を降伏させようと。その人質をね、もし、 お前の国が B っていう国が、あのー、戦争にね来るんだったらこいつを殺すぞとしかも殴り殺しにしてやるぞっていうふうに脅そうっていう計画を出せるんですよそうすると A っていう国の武将たちはそんな卑怯な方法をせずに正々堂々と立ち向かっても我が軍は勝てるっていうふうに言うんですよね、うん、でそこで A っていう国のそのね参謀が言うんですよ、うん、で皆さんはね、うん、優秀な将軍だとその将軍は今まで何人もの 敵を殺してきたけども同じように何人もの味方も殺してきた結局は皆さんの誇りのためにねたくさんの将兵を死なせることで実績ってのを築いてきたよねっていうわけなんですよだから怒りますよねこの人たちは、うん、でその後で続くんですよ参謀が、うん、あの A っていう国が誰も傷つかずに勝つんだったらそれが一番いいんじゃないかと戦わないのが一番だろうとでそこにここに人質がいるんだと こいつをというふうなことを言って B っていう国がひるんで降伏するんだったらそれが何よりだろうと両方とも人が死なずに済むんだから誰も死なずに勝つんだからいいじゃないかっていうふ、ね、に正論を言うんですよねでも結局 A っていう国も B っていう国ももう人質の命はね国の存亡には関われないからもう我々はそいつを、ね、諦めるから戦いに行くぞっていうふうに宣言するんですよ。<laughs> A っていううう国も、も、も向こうの将軍ももうね、 勇猛果敢だとうちがねそんな卑怯な方法を使って勝ったとしても恥になるってこうやって結局戦いに行っちゃうんですよね。でその勝敗はあんまりその後語られてなかったんですけども結局は A という軍も B という軍も多数の死傷者を出して多数の未亡人とか孤児を作って A という国も B という国も今度は C っていう国に滅ぼされてしまったって話なんですよね。うん ちゃんちゃんでございますで、えー、この時に A っていう国の参謀が言ったことっていうのは本当に真っ当なんですよね。A っていう国がね、えー、もしねその人質を使って B という国を降伏させることができたもしくは和解することができれば A っていう国と B っていう国が一緒になって C っていう国ですらもうくっつき動かせないぐらいの大軍隊になってたはずなんですよ。大国になってたはずなんですよ。 でも A という国と B という国が戦ってしまって両方が両方とも同じぐらい疲弊した結果この A という国と B という国を足しても C という国にかなわないぐらい国力が落ちちゃったんですよね、まあ、そんなことがありますんで私はねあの目的のためにはあのー、手段っていうんですか手段っていうのはやっぱり、あのー、基本的には選ばなくていいかなと思うんですよ、うん、だからお金が欲しいと思うんだったらしっかりとねお金になることをやっていけばよくってそれがねアフィリエイトを作んないとかねでもいいと思うんですようんでもやっぱりね あのずるいやつはダメかなと思いいますずるいっていう概念がみんな違うんであれですけどもあのきちんと価値が生まれていてそれがあ感謝とともに自分のところにお金として返ってくるようなそういった稼ぎ方とか投資はいいと思うんですけどね意味もなく増えているとか誰かの損を許容してその上に成り立っているとかっていうのはなんか FX もそうなんですよね。FX もも誰かが損したものを 自分で合法的に奪い取ってる、ねあのー、ゼロサムゲームなもんですから私もやりながら熟知ってあるものがあるんですよでもそれはねお互いにそれを承知の人が自分の許せる金額をそこに投じてるんで宝くじみたいな感覚で、えー、当たった人が持っていくっていうのはねまあギリギリいいのかなと思いますけどもいまだに私は提供と感謝という概念がそっか塾の中にありまして FX に関しては提供と感謝がないんですよね通常ビジネスってどんな詐欺商材でもみんなワクワクして未来に期待して買うわけですよ 信頼してるんじゃなくて期待して買うんですよワクワクしてるんですよお金を払った瞬間ってでも FX でお金を払った瞬間なくなった瞬間って悔しくって腹が立ってるんですよねうん。だからそういうのを考えるとお金を払った人がその払った瞬間にダメージで払った後もずっとダメージな FX みたいなものとビジネスは仮にもお金を払った瞬間払った人ってのは何かしかの希望とか期待を抱いてるんですよねうん。希望とか期待がまず1個目の商品なのかなと思ったりするときに いろととと考えるるころがあるなと思いました、まあ、今回はですねえとある主婦の一言にあぜんということだったんですけども、まあ、そっからだいぶテーマが離れましたけどもやっぱりね考え方は様々なんだなとで永遠に哲学だなと、うん、苦しい時もそしてそこそこ光が見えるようになってもやっぱりね頭を使うといろんなものが見えてくるなと思った今日このでございます皆さんいかがだったでしょうかそれでは今回は以上です